西南市油津の岩崎稲荷神社では、夏祭りならではの神輿が7月28日に行われました。午後4時から地区の子どもと大人30人余りが神輿を担ぎ、大劇通りや油津商店街など約 1.5 キロの道のりを練り歩きました。わっしょいわっしょいと威勢のいい掛け声を響かせ、道行く人や商店街の人は子どもたちが持ち歩く賽銭箱に賽銭を入れていました。岩崎稲荷神社では11月26日と27日に秋祭りが行われます。たくさんの人たちのおかげで夏祭りが開かれます。一方、油津小学校では夏祭りが行われ、校庭には多くの出店が立ち並んでいました。踊りの時に声かけを忘れないように頑張ります。祭りには PTA や職員、児童や地区の住民およそ500人が参加し、太鼓の演奏やソーラン節など地区ごとに出し物の発表がありました。夏祭りの準備は2ヶ月前から地区ごとに集まって出し物を決めたり、練習を行ったりしました。20年も続いている油津小学校の夏祭りは、地区ごとの発表を通して親睦を深めるために毎年行っているそうです。